校に行くか決まりましたか？私はまだ考え中。今年は10連休だっていうからさ、どこ行っても混んでるよね。近場で済ませようか、思い切って遠くへ行ってしまおうか、どうしよう。ということで、私今から青森に行きたいと思います。去年のゴールデンウィーク、大間にマグロが食べたいと高速を使ってガーって行ったんですけど、今日は高速を使わずに、いや使うんだな、お金をかけずに青森まで行ってきたいと思います。目的地青森までね、そこまで14時間、さすがに1日では行けないので、途中仙台ぐらいかな、で1泊、2日目に青森県に突入していきたいと思います。遠いな、コンビニコーヒー買ってまいりました。コーヒーのいい香りがします。朝ごはんはお手製おにぎりでございます。とりあえずこれを食べて出発します。仙台まで行けるかな、どうかな、行けなかったらちょっとその手前だけども、とりあえず仙台を目指していって、8時間ぐらいかな。でも途中ね、お昼ご飯食べて飽きたら休憩して、もしかすると10時間ぐらい、あー遠い。この間行った富士山も遠かったけど、遠いね、微妙にお腹は満たされておりませんが、食べ過ぎるとね眠くなっちゃうし、出発したいと思います。安全運転で行きますよ。出発。雨が降ってきましたね。群馬県のお天気は朝方雨、でも9時頃からもう全部晴れマークだったんだよね。でも今から向かっていく東北、もしかするとお天気悪いのかも。東北のお天気までは見なかったな。このカーブを曲がって橋を渡れば有名な自販機でございますが、どうかな、そんなに混んでないね。でも今日はスルー。このトンネルを抜けると栃木県。やぐらを引いております。お祭りですか。あ、かわいい子供たちが。参りました。ちょっとトイレ休憩。お天気がね悪い、悲しい。こちらでトイレ休憩です。まだやってないです。
ってた。8時半からだった。でも何にも買えません。今度はどこら辺で休憩になるかな。また2時間半から3時間頑張って走りたいと思います。本日の目的地まであと5時間50分ぐらいだったよ。5時間50分ってことはもう一回休憩を入れて、その次にはつけるはず。福島県、うわー、何すごい綺麗。何ここ、休憩しましょう。お腹も空いた。道の駅足立かな。本日のお昼、握ってきたおにぎり、これは食べてしまわないとね、傷んじゃうから、これとこちら買ってまいりました。大好きなコロッケ、キュウリが入ってるんだって。いただきます。キュウリの味は分からないけれど、美味しいコロッケです。一休憩終わり。またどんどん行かないとね、遅くなっちゃうからね。次は2時間32分目的地まで行けそうね。トイレに行きたくならない限りは休まず行ってしまおうと思います。時間に余裕があり見られそうなので、明日の分を前倒し、着きました。行ってみましょう。こちらです。ここ渡れるんだって。人が見える。ここ渡りに行きたいと思います。幅が広くてね、そんなに高さがあるわけではありませんが、ずっと下りということは帰りはずっと上り、きつい。階段終わった。そしたら山道です。ほら、やばい。ねえ、クマいない？ここにはクマいない？クマ鈴も何もない今日。ずーっと歩いて、先まで行ってみます。
気をつけないと落ちます。細いよ、ほら細い細い、油断すると落ちるからね。ここが端っこかな。おお、落ちたら大変。すごいね。あー、綺麗だった。そしてね、これから夜ご飯、仙台といったら牛タンでしょう。ちょっとね、お金かけない旅行で来ているので、安い牛タン見つけたからね、急いで行きたいと思います。間に合うかな。いい匂いがします。間に合いました。牛タンスタンドだって。お弁当ギリギリセーフ。よかった。近くのコンビニでビールも買ったし。6時40分。車中泊の場所ね。向かいたいと思います。ここから5分ぐらいだって。町営の無料駐車場でございます。自販機あるし、トイレもあるし、素晴らしいです。これとあったあった、よし、今日の夜ご飯、牛タン牛タン牛タンとテールスープつけてくれましたよ。ではでは、いただきましょうかね。ほら、牛タン。麦飯かね、青飯かね、なんかそんな感じ。これをつまみにね、いただきましょう。まずはやっぱりね、ビール。今日も長時間の運転お疲れ様でした。私、乾杯。牛タン塩味にしました。うまい、最高です。手拭き、お風呂なしで本日は寝ることにします。うお、冷たいよ冷たいよ冷たいよ。よし、うお、寒い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 、もう朝ができてる。じゃあね皆さん、また明日、おやすみ。